差別は人の心を殺し、そして生きがたくする、そういうものです。私も杉田水脈さんも国会で活動できるのは女性参政権を求めて命まで場合によっては落として頑張った世界中の日本中の女性たちの頑張りによるんじゃないですか。政治が人を差別してはいけません。議員が差別を助長してはありません。差別発言をし、ヘイトスピーチをし、そのことを肯定してはならないんです。その世界はそのことによってより悪くなる。だから更迭しかありません。国会の中で超党派で力を合わせて頑張る。そしてみんなでやはり一つ一つの差別をなくしていく、そんな社会を一緒に作っていこうではありませんか。